本校では分子ナノテクノロジーの概念的な基礎を打ち立てたイ・エリック・ドレクスラーとナノ物質 C60 フラーレンを発見したことで1996年のノーベル化学賞を受賞したリチャード・スモーリーとの間で行われた分子ナノテクノロジーに関する公開論争について述べる。その争点は個々の原子や分子を操作することによって分子材料や分子デバイスを 自律的に構築する分子マシン、すなわち分子、アセンブラが実現可能かということであった。分子アセンブラはドレクスラーの草案による分子ナノテクノロジーの中核概念であったが、スモーリーはその存在が物理学の基本原理に反していると主張した。また両者は互いにナノテクノロジーに対する 相手の考え方が一般のイメージを悪化させており、ナノテク研究への支援を途絶えさせかねないと非難しあった。論争は2001年から2003年にかけて雑誌への寄稿と公開書簡によって行われた。口火を切ったのはスモーリーが2001年にサイエンティフィックアメリカン誌に書いた論考である。同年にドレクスラーは共同研究者と共に反論文を発表し、 さらに2003年初頭に2通の公開状を書いた。同年末に、ケミカルエンジニアリングニュース誌で特集記事が組まれ、両者による市場討論が行われたことで論争は終結した。議論を戦わせた二人の名声が高いことと、ナノテクノロジーの技術的側面と社会的側面の両方に論が及んだことから、この論争は、 ナノテクノロジーの歴史の中でよく取り上げられてきた。加えて、双方の論調が敵対的な色合いを帯びていたことには多くの批判が寄せられてきた。ドレクスラーはスモーリーが自身の研究を愛曲したと非難し、スモーリーはドレクスラーが科学の基礎を理解していないと応酬した。指揮者はこの論争を押し言葉し競争に例えたり、 サタゲーナイトライブのコントを彷彿とさせると評することさえあった。ナノテクノロジーの開拓者にして伝道者、ケイエリック・ドレクスラーは分子ナノテクノロジーの分野を創始した。ケイエリック・ドレクスラーはナノテクノロジーに関する学術的な論文を初めて書いた人物だとされている。著述を通して、またスポークスマンとしてナノテクノロジーの概念を一般に浸透させた。 中心的人物でもあった。工学者であったドレクスラーは、物理学者、リチャード・ファインマンが1959年に行った、講演、The Earth Plenty of Room at the Bottom から大きな影響を受けた。この講演は当時注目されていなかったが、トップダウンの工学的な方法によって、個々の原子を操作することが、物理的に可能ではないかと提案するものだった。 またドレクスラーは遺伝子組み換え技術のような先端的な分子生物学からも影響を受けていた。1981年、ドレクスラーはプロシーディングス・オブ・ザ・ナショナル・アカデミー・オブ・サイエン e m にナノテクノロジーに関する最初の雑誌論文とされる論考を投稿し、リボソームなどの生態系物質が原子を一つ一つ積み上げて分子を構築していることを指摘するとともに、 人工的な機械にもそのような能力を持たせることが可能だと主張した。後にドレクスラーはナノテクノロジーを題材とした本を2冊書いた。一般向けの創造する機械、専門家向けのナノシステムズである。また分子ナノテクノロジーの認知と理解を向上させることを目的とした公益団体ォーサイトインスティチュートの共同設立者となった。 ドレクスラーが思い描いたナノテクノロジーは現在では分子ナノテクノロジーと呼ばれている。その基本となるアイディアが原子1個1個を組み立てて分子、特に分子デバイスを作成する分子マシン、すなわち分子アセンブラであった。ドレクスラーは生態系を基盤とするウェット・ナノテクノロジーと機械工学に近い方式で分子の位置制御を行うメカの合成による 第二世代のドライ、ナノテクノロジーと明確に区別した。ドレクスラーと彼に共鳴する研究者たちはもっぱら、校舎の方式に力を注いだが、ドレクスラーは、分子マシンシステムを作り出す道筋としてどちらも妥当なものだと述べている。ライス大学に在籍していた科学者、リチャードスモーリーは、1985年に、ハロルド・クロトロバート・カール、ジェームズ・ヒース、 ショーン・オブライエンらと共に C60 フラーレンと呼ばれる炭素同素体を発見したことで最もよく知られている。カーボンナノチューブなどを含む同種の物質はフラーレンと総称されるようになった。フラーレンの研究と応用はナノマテリアルとナノエレクトロニクスの分野で重要な位置を占めるようになり、その発見によりスモーリー、クロトお及びカールは1996年の ノーベル科学賞を受賞した。スモーリーはナノテクノロジーに関する公共政策決定でも際立った役割を果たしており、世界的なエネルギー問題や保健問題を解決するためにナノテクノロジーを応用することを精力的に衝動した。そこで提起されたのは、例えばナノ材料を用いた効率的なエネルギー貯蔵と伝達や標的化ドラッグデリバリーのためのナノメディシンの 可能性である。スモーリーはカーボンナノチューブについての学術研究を商業化することにも積極的でカーボンナノテクノロジーズ社を創設したほかバイオテクノロジーとナノテクノロジーに関連するスタートアップ企業2社で科学顧問委員を務めた。スモーリーはドレクスラーとの論争が決着を見た後に2005年10月に白血病で死亡した。 スモーリーは2001年9月に発行された一般向け科学雑誌サイエンティフィックアメリカンのナノテクノロジー特集号に科学、愛、ナノロボットのことと題する論考を書いた。その冒頭でスモーリーは科学反応を原始による複雑なダンスに例えた。少年と少女が互いに恋愛感情を持っているとき、二人の間のケミストリーが良いと言われる。人間関係について言う。 ケミストリーは、それよりも三分的な分子間結合で起こっている、精妙な現象とそれほどかけ離れていない。パートナーを求めている二つの分子が化学反応を起こすとき、お互いの原子のいくつかをつなぎ合わせるために、三次元的な運動を伴う複雑なダンスが行われる。そして分子たちのケミストリーが、本当に良いならば、結合を果たした結果、 必ず望み通りの生成物が誕生する。スモーリーは分子、アセンブラ、すなわち個々の原子を操作して望みの物質を構築することができるナノロボットの概念を話題に挙げ、アセンブラが意味のある量の物質を生産するのにどれほど時間がかかるかと問いかけた。彼の試算では単独で活動するアセンブラが1モルの物質を生産するには数百万年の時間がかかるが、 自己複製型のアセンブラが1分間にわたって増殖を繰り返したならば、アセンブラ集団は1ミリ秒もかからずに1モルの物質を生産できるとされた。スモーリーはここから論を進めて、自己複製型ナノロボットが突然変異を起こして、再現なく自己生産を行い、いわゆるグレーグーが発生するというシナリオや、ビル・ジョイのエッセイ、なぜ未来は我々を必要としないのか の引用として、ナノロボットが、軍事脳を発達させてある、種の生命体となる危険性を論じた。次に、自己複製型ナノロボットというアイデアにどれほど、現実性があるか考察された。スモーリーのことによれば、化学反応の中では、すべての化学結合が、相互に絡み合っており、一つの原子の配置は付近にあるすべての原子の位置から、多大な影響を受ける。したがって、 分子、アセンブラが機能するには多くの原子を同時に制御しなければならず、そのために多数のマニピュレータ原子を備えていなければならない。ここでスモーリーは分子アセンブラの概念に2つの難点があると主張し、それぞれ太い指の問題とベタつく指の問題と呼んだ。マニピュレータアームの指はそれ自体原子でできているはずなので原子より小さいサイズにすることはできない。 そして、ナノメートルサイズの反応領域には、反応を完全に制御するために必要な複数の、マニピュレータの指を一度に動作させるスペースなどない。また、マニピュレータハンドが掴んだ原子は、指の原子に吸着してしまう。そのため、原子を極小サイズの積み木よろしく任意の場所出てから、離すわけにはいかない。この二つは、原理的な問題であって、避けることはできない。 現実世界では自己複製型の機械的ナノロボットなどありえないのだ。スモーリーは最後に再び愛のダンスのアナロジーを持ち出し、女の子と男の子を互いに向けて圧迫したところで恋は芽生えないと述べた。リボソームの模式図。小さなアミノ酸からタンパク質の高分子を正確に構築するリボソームはドレクスラーによって生態的な分子マシンの例とされた。 アニメーションあり、操作型トンネル顕微鏡の模式図。ドレクスラーは、個々の分子の位置制御が可能である実例として、この装置を挙げた。ドレクスラーはこれに応えて、同年末に分子マニュファクチャリング研究所から、物理学、石ナノロボットについてと題した反論の書簡を公開した。協調者として、ロバート・フレータス、ジェイストーズ、ホール、 ラルフマークルラが名を連ねた。ドレクスラーらはまず、太い指の問題について、化学反応には必ず5個から15個の原子が関わるというスモーリーの意見を攻撃し、多くの反応では2個の反応物質しか関与しないので、その一方を固定しておいて、もう一方を指一本で動かすことが可能だと主張した。その証拠として引用されたのは、操作型トンネル顕微鏡。 STM の単身や類似の技術を用いて個々の分子の位置制御を行ったり基盤表面に束縛された分子に他の分子との相互作用を起こさせることが可能だという実験的理論的研究であった。また化学反応の過程を通じて完全に正確な位置制御を行わなくとも完全に正確な生成物を得るのに支障はないことが指摘された。 ベタつく指については、反応によってはこの問題を避けられないことを認めつつも、すべての反応がそうだと、結論するのは不当だと主張された。ドレクスラーらは、自然界に存在する分子マシンの例として、リボソームを挙げ、スモーリーが挙げた二つの問題はリボソームに影響を与えていないことから原理的な問題ではないと主張した。生体内に普遍的に存在する分子アセンブラは、 太った指問題とも、ベタつく指問題とも無縁である。仮に、スモーリーが訴えるようにこれらが、原理的な問題だったなら、機械的なアセンブラの存在を禁じつつ、生態系、アセンブラを禁じないのはなぜだろうかタンパク質という分子構造のクラスが、位置制御によって合成できるなら、合成できるクラスが他に存在しないとなぜ、言えるのだろうか ドレクスラーらはスモーリーが用いた複製時間の値にも疑義を唱えた。スモーリーは原子の位置制御の速さを1ギガヘルツと見積もったが、ドレクスラーが次女ナノシステムズで提示した値は、その1000分の1の1メガヘルツに過ぎない。スモーリーが言うほど振動数が高ければ、ダイヤモンドイド製のナノマシンであっても加熱によって数ミリ秒で分解してしまうだろう。 ドレクスラーらは、スモーリーの主張をわら人形論法と呼び、真剣な科学的議論において、文献中で提示された数値と批判者が用いた数値との間に3桁のオーダーの差があったとすれば、どれほど好意的に見ても、批判者が文献の内容を十分に理解していないということだと述べた。ドレクスラーらは公開上の末尾で、分子、アセンブラが実現可能かどうかは、 実験的、理論的な研究によって検証するべきだとして、克服すべき分子システム工学上の課題は多いが、これまでのところ、分子、アセンブラが、実現不能だという主張はいずれも信頼に値しない、と述べた。ドレクスラーはさらにスモーリー宛ての公開状を2003年4月、及び7月に書いた。4月の公開状は、この公開状を書いたのは、 秘伝が私のの研究についいいてて誤っったたた情報をを広めめるのを正すためだという文で始まったドレクスラーはスモーリーが前提としたマニピュレータ構造をスモーリーの指と呼びそれを根拠に分子アセンブラを否定していることを非難したドレクスラーによれば彼が実際に提案したのは酵素に似たシステムであってスモーリーの指を持つ方式ではなかったスモーリーの指が 実現不可能であることなど研究者コミュニティは全く気にかけていない。スモーリーの指は何の役にも立たないし、研究プランに取り入れられたこともない。そのようなわら人形論法に頼る貴殿の姿は、賢明な観察者の目には、私の研究に有効な批判を加えることが誰にもできない証拠として映るかもしれない。だとすると、どうやら私は貴殿に礼を言うべきであるようだ。 ドレクスラーは、ナノテクノロジーの未来に関する、この論争の重要性を、宇宙飛行に関するスプートニク以前の議論や、核科学に関するマンハッタン計画以前の、理論的研究と並べてみせた。彼はスモーリーへの反論として、クレーグ上の器具は、ナノテク研究への資金的支援を継続する上で、障害にしかならず、 潜在的な長期リスクが存在することは研究の重要性を一層高めると主張した。ドレクスラーは結論として、既念の検討違いの論考は、長期的な安全性の問題について本来、行われるべき公の議論の方向性を狂わせたと述べた。2003年7月の公開上によれば、スモーリーは4月の公開上を受けてこうに回答すると約束したが、それを果たさなかった。 ドレクスラーは原子操作による物質合成に関するスモーリーの発言が2点3点してきたことを指摘した。締めくくりには通常ならばこれほどしつこく問題を追求することはしない。しかし究極のところナノテクノロジーに何ができるかという問いはおそらく目下この分野で最も根源的な問題であってナノテク研究の方向性と展望を根本的に 規定するものである。既伝の発言は、この問題に対する一般の見方に見過ごせないほどの影響を与えてきたのだと述べられた。優勢歯車機構を模したテクノミメティック分子の創造図。スモーリーによれば、水溶液中であれそれ以外の科学的環境であれ、酵素に似た機械的なプロセスから、このようなデバイスが生成しうるかどうか、あるいはこの種のデバイスがそもそも機能するかどうかは、 疑わしい。この論争はアメリカ科学会のニュースシケミカルエンジニアリングニュース2003年12月1日号の特集記事とされた市場討論で収束した。同号ではまずドレクスラーによる2003年4月の公開状が再掲された。スモーリーはこれに答えて2001年9月の自助記事がドレクスラーの怒りを招いたことを詫び、 自身のナノテクノロジーへの興味がドレクスラーの著書、想像する機会に始まったと述べるところから筆を起こした。次にスモーリーの指式のデバイスが機能しないことへの同意を改めて求め、原子操作による反応の制御が不可能ならば、同じ理由により分子の操作による反応制御も不可能だろうと断言した。一つの分子を操作するには、 それに含まれる原子を複数制御しなければならないためである。スモーリーは酵素やリボソームが望んだ化学反応を正確に起こせることを認めながらも、ナノロボットがそのような酵素を保持し、必要な時に取り出して利用し、壊れた酵素を検出して廃棄することが果たして可能なのかと問いかけた。さらに、酵素のような生態系物質は水溶液環境下でしか機能しないため、 適用できる化学反応が限られることを指摘した。生物が体内で生産できる物質の多様なことは驚くほどだが、しかしシリコンや鉱鉄、銅、アルミニウム、チタンなどの結晶を作ることはできない。つまり現代の化学技術の基盤となっている物質は一つも作ることができないスモーリーは分子アセンブラの基盤としてどのような 奇水を液環境下で機能する高素様物質の科学がありうるのか、ドレクスラーに問いかけ、過去数世紀にわたって人類の目を逃れてきた広大な科学の領域があるに違いないと述べた。ドレクスラーの再反論は、ファインマンの1959年の講演を振り返るところから始まった。生物学から着想を得たとはいえ、ファインマンが抱いたナノテクノロジーのビジョンは、 根本のところで、機械的なものであり、生物的なものではないドレクスラーは、分子、アセンブラという課題が単なる科学ではなく、システム工学の文脈で考えるべきだと述べるとともに、酵素ではなく、溶媒や熱運動も利用しない機械的な反応制御について、辞書、ナノシステムズを参照するよう促した。ドレクスラーの言葉によれば位置制御技術では、 反応して欲しくない物質同士を接触させないことで、不加反応をほぼ防止できる。繊維状態理論によれば、適切に選んだ反応体に位置制御の手法を用いると、コンピュータにおけるデジタルなスイッチ操作と、同レベルの信頼性を持つ合成ステップをメガヘルツの速さで動作させることが可能である。その根拠は、ナノシステムズに示した。 同書の議論は10年にわたって科学的な精査を受けながらも未だ健在である。ドレクスラーは分子、アセンブラに実現の難しい指を持たせる必要はないと改めて述べた。また、分子、アセンブラによる位置制御で従来の溶液症の科学を保管すれば複雑な構造を持つ機能性分子を精密にかつ大量に生産することが可能になるだろうと主張した。 さらに、ファインマンが最初に示したトップダウン的なナノ工場の製造プランとは逆に限定的な位置制御機能を有する溶液症の分子アセンブラからスタートして高度なアセンブラの構築をブートストラップするというボトムアップ的なビジョンが提示された。ドレクスラーは文章を以下のように結んだ。アメリカにおける分子マニファクチャリングの発展は、それが 実現不能だという危険な幻想によって妨げられている。同意してくれないだろうか。起伝が正しくも拒絶した、ママ、マスコミを賑わす多くの言説とは裏腹に、分子マニュファクチャリングの物理的原理は健全なものだと。リチャード・ファインマンが唱えた壮大な構想をシステム工学によって実現し、ナノスケール研究を飛躍させる使命を我々と共に追求してほしい。 スモーリーは議論の幕切れとなる文章を一家のように書き始めた。本物の科学について語るために招き入れたつもりだったが、記念は私の部屋から歩み去り、機械学の世界に戻っていったようだ。このような結末は残念だ。ほんの一時、我々は相互理解に向かっていると考えていたのだが、私がサイエンティフィックアメリカンに書いた短文の重要性を、 奇伝は今なお理解していないと見える。少年と少女を互いに向けて圧迫しても恋が芽生えないように、ほんのいくつかの自由度について、アセンブラの座標形で単純な機械的運動を行っただけで、二つの分子の間に望みの化学反応を起こさせることなどできはしない。科学とは、愛とは、もっと精妙なものだ。スモーリーはメカの合成が、多くの場合雑多な生成物しか生まず。 そもそもそのようなアプローチが有効な反応と標的分子はごく限られるという持論を展開した。また彼はアセンブラのロボットアームは必ず先端に酵素様のツールを備えていなければならず、それらは液層の溶媒を必要とし、そして基地の酵素はすべて水を溶媒としているため、この方法で合成できる生成物は 生物が持つ肉と骨に限定されると強く主張した。彼はドレクスらがコンピュータプログラムが命令すればその通りの場所に原子が飛んでいく想像上の世界を作り出したと非難した。最後にスモーリーはアウトリーチ活動の中で中高生のエッセイを読んだ経験をコンコンと述べた。自己複製型のナノロボットが実現可能だと信じている生徒が半数近くに上り、 それが世界中に蔓延することをほとんど全員が恐れていたという。スモーリーはこのようなトラウマをわせるおとぎ話に全力で対抗すると述べた。市場討論は以下のようなスモーリーの弁によって締めくくられた。記念とその一派は我々の子供たちを脅かしている。記念らが活動を止めることは期待していないが、願わくば科学コミュニティの協力のもとで、 子供たちから闇を払ってあげたい。現実世界における未来は困難と本当のリスクに満ちているとしても、自己複製型の機械的、ナノロボットというモンスターは紀伝の夢の産物に過ぎないのだと。ドレクスラーとスモーリーの論争には、レイカーツワイルやローレンス・レッシングなどから批判が寄せられた。この論争は、双方の論調が攻撃的な色を帯びたことで、多くの批判を集めてきた。 デビッド・ベルーベは、ナノハイプ共存において、この二人の矛先は、お互い自身に向かっている、理性的な反論は期待できないと評し、ナノテクノロジー関係のブログを運営するジャーナリストのハワード・ロビを引用して、論争の主題は、個人的なプライド、名声、そして、パンテオンにおける地位だと書いた。分子ナノテクノロジー関連の企業、ザイベックスを創立した、ジェームズ・ンエアは、 ノーベル賞受賞者とのおしっことばし競争はエリックに、とって、何の得にもならなかったという所見を述べた。ニューヨークタイムズは、この論争を、サタデーナイトライブの古いコントを彷彿とさせる。ダンエイ・クロイドとジェイエン・カーティンが、上辺だけ深刻な政治的問題について論じながら、罵倒を投げ合っているのを見るかのようだと表現した。その他専門的な見地からの批判もあった。 スティーブン・エイイ・エドワーズは、ナノテク・パイオニアの中で、分子アセンブラの使用どころか定義さえ、明確に示されていない以上、この議論を評価することは難しく、学問的な意義は取るに足りない程度でしかないと述べた。分子アセンブラの設計プランは、ナノシステムズのどこにも載っていない。例えば、マニピュレーターアームが400万個の原子を持つであろうと、言い渡される一方で、 どのような種類の原子を用いるか、どのように組み立てるかについては全く触れられない彼は、結論としてメカの合成に関する論争は、当事者にとっては大問題であったが、ほとんどのナノテク研究者にとっては学問上の見せ物に過ぎないとした。その一方で、未来学者レイ・カーツワイルは、著書、特異点は近いにおいてドレクスラーに軍配を挙げた。カーツワイルはスモーリーが、 ドレクスラーのアイディアを歪めたという見方を繰り返し、スモーリーの公開上を具体的な転居や先端研究への言及を書き、不正確なメタファーに満ちていると評すとともに、スモーリーが過去10年にわたって正確に誘導された化学反応によって分子部品の位置制御を行う新たな手法が広く探求されてきたことを無視していると断言した。 カーツワイルは必要液環境における酵素の機能に関する実験結果を引用しながら航空機やコンピュータに見られるように生物学と無縁な現代技術がすでに自然の生態系の能力を凌駕していることを指摘した。さらにまた初期の文明批評家もワールドワイドな通信ネットワークやそれが媒介するコンピュータウイルスなどというものの実現性に会議を抱いていた。 しかし今日ではインターネットという我々がまたしても手にした可能性と危険性の混合物は外よりもはるかに多くの益を与えてくれていると述べられた。この論争は一般社会のナノテクノロジーに対する見方をめぐる側面についても論評が加えられた。政治ブロガーのグレン・レイノルズは経済界が危惧しているのは先端的なナノテクノロジーがはっきり言って不気味に見えることと さらに悪いことに潜在的な不気味さについての議論が一般の恐怖を煽り市場から関連製品が排除されるのではないかということだと書いたローレンス・レッシュグはスモーリーに代表される科学界の主流派層が以下のように考えていると批判したナノテクの恐怖なるものを夏休みの SF 映画に仕立て上げてしまえば労働者の火を境に大衆の脳裏からすっかり消え去る あとはゆっくり研究を続ければよい。莫大な資金援助を享受しながら、肝細胞研究を抹殺した類の愚かさに、煩わされることもなくカーツワイルはまた、スモーリーが一般社会を安心させるために使った論法は、分子ナノテクノロジーのリスクとベネフィットの両者を否定するものであって、いずれ反動を受けるだろうと述べた。ありがとうございます。